ニラたっぷりニラ麻婆のせます。ラー油をかけてもいい。まっさね、麻婆豆腐よりご飯に合うんです。チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコ、はい、今回はね、久々の、スタミナカツね、お肉、ひき肉を使ったね、レシピです。これはね、合いびき肉ですね。まあね、豚でも牛でも鶏でも何でもいいです。まあ、一番ね、安い合いびき、100g。はい、それとね、これがね、免疫力を高めようってことで、ね、ベータカロテンにビタミン C、葉酸、カリウム、ね、抗酸化作用、ね、食物繊維豊富です。免疫力を高めて、美容、美肌、アンチエイジング、風邪予防、ね、新型コロナの予防に、このニラをね、たっぷり使うんですね。ニラをね、これ一束約10本から12本ぐらい、ね、これを全部使います。麻婆豆腐ではなく、ニラ麻婆ですね。豆腐を入れずにニラ麻婆、これがすごくねご飯に合うんですよ、ね。まあ、見てってください。すごい簡単ですごい美味しいんで、はい、じゃあね作っていこう。まずねニラ洗っちゃいますね。はい、じゃあちょっとねニラね、さっと洗って、水気を拭き取ったら、ちょっとねこの軸の方ちょっとだけね、僕は捨てるんです。ちょっとだけね、ここどうしても硬いから、ちょっとだけ捨てて、はい、で、ちょっとね、この軸のところにこう切り込み入れます。ね、これちょっと硬いんで、軸の部分に切り込みを入れてやる。はい、したらここをね、1センチぐらいにカット。はい、で、葉っぱの方はね、2、3センチ。まあ、だいたい2センチぐらいかな。2センチぐらいですね。ざっくりざっくりと、はい、で、ニンニクと生姜ですね、ニンニク1片、ね、生姜が1片、大体ね同じ量ぐらい、みじん切り、ニンニク生姜で、ね、スタミナバッチリっす。はい、で、あとね、長ネギですね。長ネギがね、これ10センチぐらいですね。もうニラとネギ、もう風邪なんかはもう引かないですよ。もう生姜、ニンニク、ネギ、ニラ、もうね、最強の野菜。はい、じゃあちょっと先にね、温玉を作っていこうと思います。卵1個ですね。電子レンジで作ります。はい、卵1個割って、大さじ3杯。大さじ2、3ちょっとですね。大さじ2杯から3杯ぐらい。卵の黄身にちょんちょんと、1箇所、2箇所ぐらいね、穴開けます。ね、なんで、こう、黄身に穴開けるのって話なんだけど、これがね、電子レンジっていうのが中から火入れるんですね。ちょっとそういう、仕組みなんで、ね、これって穴を開けることによって破裂を防ぐっていうね、目的です。まあ、だいたいね、50秒ですね。はい、じゃあね、500ワットでね、約1分。はい、こんな感じですね。はい、まあ、こんな感じで電子レンジでもね、温泉卵ができるよっていう感じです。で、これね、水だけ切っちゃいます。溶き片栗粉は、片栗粉大さじ1で、水が大さじ2杯。ね、これはね、あらかじめ用意しておくと、後で調理の時に慌てなくて済みます。今回はね、簡単にフライパンでね、ちゃちゃっと作っていきまーす、ね。テフロンのフライパン、温めて、これね、もう油引かなくていいです。ね、この合いびきもね、牛脂っていうのがもう含まれてるんで、これね、油を引かずに、油はなし。これをね、炒めていきますと。そしたら、ニンニク、生姜も入れちゃいます。うん、いい香り。ニンニクと生姜の香り、いいですね。はい、で、色が変わってきたらね、ここで甜麺醤ですね。
甜麺醤大さじ1杯、約大さじ1杯。はい、でここでね、甜麺醤をしっかり炒めてやるっていうのがね、ポイントです。香りがすごくよくなる、甜麺醤のね、旨味がこう出るんですね。炒めることがポイントですね。豆板醤ね、小さじ2杯ぐらいで、辛いのが苦手な人はね、この豆板醤の量はね、加減して減らしてください。でさらにちょっとね、四川風の本格的な感じにしたい人は、ここで刻んだ豆チーとかね、ウーシャンフェンあれば一振りぐらいで入れてやると、本格的なね、麻婆な感じになります。ね、そこまでしなくていいや今回は。はい、これ醤油で、これ紹興酒ですね。まあね、あれでもいいです、お酒で、普通の料理酒でも OK。 はい、そしたらね、甜麺醤、豆板醤、酒、醤油。はい、そしたらね、ここにお水 300cc、 これ総味シャンタンですね。総味シャンタン小さじ1杯。で、お砂糖小さじ1杯。はい、そうしたらね、もう味が全部入ったんで、ここでニラをね、全部入れちゃいます。で、ニラはね、あんま火入れすぎると、ね、色も悪くなるし、クタクタになっちゃうんで、もうね、火はあんまり入れないように、もう仕上げに。で、ニラ入れたら、今度水溶き片栗粉ですね。はい、これをね、よく混ぜてやる。で、一回ここで火止めて入れる。で、これ一遍に全部入れないで、ちょっとずつ入れて、とろみをね、見てってください。うん、まあ、全部入れちゃっていいね。うん、全部入れちゃっていいや。はい、で、火をつける。あ、うまそう。これうまそうでしょ。いいね、これ。はい、で、これでちょっとね、しっかりね、とろみをつけたら火を入れて、片栗粉に火を入れるっていうのがね、ポイントです。はい、片栗粉にもしっかり火を入れる。はい、で、今度仕上げ油で、ごま油、小さじ1杯ぐらいをね、鍋肌に入れてやります。で、これを最後にごま油を入れることによって、旨味を閉じ込めるんですね。はい、で、ネギも入れます。はい、これで完成。で、最後にお酢。お酢をほんのちょっと、小さじ3分の1程度。はい、もうこれで完成。うまそうでしょ。はい、あとはこれを熱々のご飯にかけるだけ。いや、うまそう、ね、炊きたてのね、魚沼産コシヒカリですね。かけます。うまそう、たっぷりニラ麻婆かけますね。これでちょっと2人前ぐらいいけそうだね、量的に。ここにね、ここにちょっとくぼみを作って、はい、このね、電子レンジで作った卵乗せます。はい、こんな感じ。あと好みでね、辛いのが好きな人は上からラー油かけてもね、ラー油をかけてもいい。コアジャオとかね、マーラーペッパー、バージャオとかマーラペッパーかけてもいい、ね、辛さをマイルドにするためにこのね、半熟の温泉卵を用意しました。これを崩してこんな感じでね、食べても美味しいですよ。早速このね、悪魔のね、旨辛ニラマホ丼いただいてみたいと思います。うん、めっちゃ美味しい。これね、止まんないよ。めちゃんこウルトラスーパー美味しい。これね、止まんない、止まらない、たまらない。うん、これはうまいね。うまいです。もう豆腐に戻れない、もう豆腐に戻れないんじゃないかって感じ。
それぐらいうまいです。うまいね。うん。ニラの香り。このね、ピリ辛。後から来る辛みが、もう病みつきですよ。うん、これはね、進む。ご飯泥棒、ご飯が進む。いや、これやばいわ。でね、この卵を崩しながら食べるじゃないですか。それがもうね、めちゃんこウルトラスーパー美味しいんですよ。うん、意外と麻婆豆腐よりあっさりしてるんですよ。ニラがいっぱい入ってるから。うまいっすね、これ。やばいな、これ止まんないよ。うん、マジ止まんない。これうまいわ。うん、本当にね、これ止まらないんですよ。いくらでも食えちゃう。これはね、絶対やるべきです。いやー、これはね、あの、若い人にはもう最高ですよ。よく体力がこう低下してきた人とかね、疲労回復には最高ですよ。もうね、体がポカポカ熱くなってちょっとね、汗かいてきました。これはうまいですね。もう免疫力を高める、最高っす。はい、ってことでね、ちょっとブレーキが止まんないんで、ブレーキかけて、今回はね、このやみつき悪魔の旨辛ニラ麻婆丼っていうのをね、作りました。これね、めちゃくちゃ美味しいんで、作ってください。はい、で、このニラ麻婆丼が美味しそうね、やってみよう思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタンのポチリンコお願いします。また見てね。チャラリンコじゃんけんいきます。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、僕はね、今日はね、ピースです。ね、ラブ&ピース。イェイイェイって感じでね。いや、ほんとね、このニラ麻婆丼がね、もうたまりませんよ。やんなきゃ損。これはね、120% 余る。うん。これは美味しい。やっちゃったな、これ。ヒット作やっちゃったな、これ。